消しゴムなし。七七七七かける。八。消しゴムください。八八。嫌です。九九九。鼻くそください。九九。今かけない人は言ってあげる。だけどちょっと黙ってやなさい。十十十十。じゃあやってみよう。じゃあ先生言ってあげるから。林の顔は嫌いやよ。もうそんな歌は歌わないの。大丈夫かまちゃんと。じゃあ背中伸ばせちゃんと曲がってないで、はい、でこっち見て、はいじゃないわ、でさーんと書くの分かったよ、ちゃんとやれ、林の顔はもう言わんか、でもこう約束破ってるお前は分かった、しっかり持ってもらおう、はい、はい、ダメよ、もう信用しない、分かった、一回ぐらい見たからダメ、邪魔だ、邪魔じゃないの、多分教えてもらってもやらすの、さーん分かった。さあ、ダメ、そういうことは。分かった、できる。分かってない、君の言うことは信用しない。分かった。ダメ、一回裏切ったらダメ。邪魔だ。あんた字綺麗だね。よし。あんた前手だ。あ、よあんたになっちゃう。よし。だいたいな、お尻をちゃんと据えてないから、くる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 回るの、お前。そう、前引いて。いいか、で、なんだね、この。鉛筆しっかり握ってみろ。いいか、四、四。四、四、五。かけるよ、5枚で。プラザー見て、新しいじゃん。今度こう書くの。上手だ。よし、九ね。いいかな、こっちから書くと書けないの、この辺から書くと書いたんだね、年始が違うんだね、こうやっていくんだね、いいか、こっから書く、もうちょっと練習してみようか、乱暴な字書かないの、あーち、あーち、あーち、いいから持たせなさい、
ダメだ。自分でやめろ。よし、自分でやれ。上手だ。皆さん、袴田さんの字を見てください。とっても綺麗です。ほら、見たか。これが数字だぞ。わかったか。うまい。吉村さんも上手だ。千葉さんも上手だ。よし。じゃあ次の勉強いくよ。え、待ってよ。まだやってないんですか。でもちょっと次のちょっと話いく。いい？いいよ。8と9だけちょっと待ってよ。8と9だけ練習ちょっとします。8×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 8
あるところにお空があったっていうのはおかしいんですね。だってからお空の色はどんな色？こんな色？うん、水色。こんな色？うん、こんな色？違う。こんな色？違う。こんな色？うん、そう、そう、違う。この色？そう、この色でいいね。で、お空に鳥が飛んできました。鳥が飛んできました。鳥さんがこれから飛んで字を書きます。なんていう字を書くか当ててください。よく見ててよ。まだわかんないよ。いくよ。いいか。見えない。そうか、ごめんごめん。じゃあ見ててよ。さあ見ててよ。さあなんて字を書いたでしょう。9じゃない。よく見ててよ。何？2だね。吉村さん当てた2でした。じゃあ第2問、今度これは何て字か当ててよ。4。正解、4でした。じゃあこれは何て字か当ててよ。6。何？6。山田君ここ見てないといかんよ。その予想見てたらだいたい目の位置がおかしいじゃない。8。まだ言ってない。まだまだ。じゃあこれだよ。何？こっち手見てるな。こっち見てるな。もう一回見てて。鳥さんが飛んでるんだぞ。何でしょう。3。じゃあ今度これだぞ。いいか、よく見てなよ。ぐー。8。何？8。じゃあみんなもね、手を出してからお皿に字を書くぞ。鉛筆を持つ方の手を挙げてごらん。いいか。そして鉛筆を持つ方の手を挙げるぞ。山田君鉛筆置いて。あ、鉛筆は上げない。あの持つ方の手だけでよくて、鉛筆はね、もうちょっと下付けのように置いといてくれるかな。危ないから鉛筆付けのように置いといて。いくよ、見ててよ。まず鳥さんに鉢を描いてもらうから、大きく描くぞ、大きく描くぞ。あーち、描いた。もう一回描くぞ。お空に字を描くぞ。手を出して、いくぞ。あーち。滝本さん行くよ。もう一回行くよ。手出すぞ。いいか。あーち。手出して大きく書くぞ。志賀さんも手出してよ。滝本さん手出してよ。行くよ。見ててよ。3、はい。あーち。今度9行くぞ。滝本さんいいか。こっち見てよ。手出して。袴さんも手出してよ。行くよ。9。この9が難しいの。志賀さんこっち見てよ。手出してよ。手出して、お空、お空に手出す。手を書く。行くぞ。鉛筆を持つ方の手を上げてよ。鉛筆を、そっちは鉛筆持たない方の手。そう、行くよ。見ててよ。この鳥と同じように動かすんだぞ。いいか。はい。9。書いた。9。もっとお空の大きく大きく。でー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 。いくぞ。3、はい。9。いいか。そしたらね、今度ね、なんとね、リンゴさんが飛んできました。飛べないじゃん。じゃあ、まあリンゴがたくさんありました。じゃあ皆さん手出してよ。お空に8という字書くよ。はーち。書いた。今度9へ行くよ。竹本さん手出してよ。お空に手出すぞ。9書くぞ。手出してよ。9。いいの？そっち開いてき。じゃあもう一回書くよ。で
ほいじゃあ今度は怪我をした時に使うバンドエイドさんに書いてもらいます。バンドエイド行くよ、見ててよ、いいか手出してよ、みんなも手出してよ。絆創膏、はーい、キュー、書いた、うん、じゃあ今度は何じゃトラックに書いてもらいます。トラックだぞ、手出してよ、滝村行くよ、はーい、今度こっから行くよ、キューへ行くぞ、キュー。ところがある日のことです。皆さん驚かないでください。お化けが来たのです。お化けさんが飛んできて、これからお空に蜂を描きます。皆さんも手を出してください、行くよ、はーち、描いた、今度キューへ行くぞ、キュー。じゃあ今度はね、UFO が飛んできました。行くぞ、手出してよ、 UFO は早いからね、ハーチ、キュー、書いた。ところが今度は顔なし人間が来たのです。何？ケルちゃんに書いてもらおうか、ケルちゃん、蜂を書いて、いくよ、皆さん、みんな空に蜂書くよ、手出してよ、鉛筆を持つ方の手でお空に大きく書くんだよ、はーい、おー、ケロちゃん上手に書いたね。今度キュー行くよ、キュー。じゃあ今度は顔なし人間です。何？おー、この人に蜂を書いてもらうから、みんなも手を出してくださいよ、行くよ、さーん、はい、はーい、書いた、今度キュー行くよ、キュー。よし、じゃあみんなもう書けるね。じゃあまあ木に書いてもらおう、行くよ、最後だぞ、いいか、あっち行くぞ、あー、キュー。まあいいだろ。消すの？うん？消さないの？何が？もう一回やるの？あ、そういうことしちゃダメだよ。じゃあ半分はね、今日は一の勉強します。上。数できなくてごめんよ。でみんな勝手なこと言ったら先生勉強できないじゃないね。上した。ルイカ。今度来たら中だぞ本当に。上がった。ほっぺた中だぞ。わかってー。見てか、うん、僕はね、僕覚えてて、女の子にしないから安心してよ。男の子にはね、注意しない。注意する。もう男の子だもんな。うん、よし、行くよ。上。上。上。下。上。これは位置を表すときの言葉だよ。上。上。下。下。じゃあ今度は、右の上。右の上。右の下。右の下。こういう言葉あるから覚えてよ。左の上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 。こっち見ろよ。はい。左の上。左の上。左の下。左の下。お前はとうとう先生を怒らせたわね。先生が怒ると女の先生になるのよ。分かってんの？いいよ。右の上。右の上。女の先生になっていいの？うん。ここのボタン押すと女の先生になるんだよ。後悔しない？違う、髪の毛。ここ回すと女の先生になるんだもん。いいの？うん。いいの？うん。てるいさん！あんたは何か言ってなかった？医者、足を見る先生！やめてくん、もうそうでしょ！あなたとってバイスじゃないわよ！せよかったのやめるぞ！何をする姿勢は？な、女の先生怖いだろう。怖くない。怖くない。もう一回やって。いや、こういう先生いるよ、お前。気をつけな。右の上。